んよ、ハーバンはよ、ハイエーチャンネルのハイエーです。ということで、今回なんですけども、なんとね、最高連勝が11連勝で、最終24位を達成した、ゴーシーニューゲイズ使っていこうかなと思います。これまたね、昨日のライブ配信にて、視聴さんからね、デッキコードをいただきました。本当にありがとうございます。やっぱりね、最終残るってのはね、本当にすごいですね。まあ、ユハイチャンネルはもう最終残ったことは一回もありませんからね。ちなみに僕、オールディビジョン前回プラチナ4なんでね。上がれなかった。3時間ランク増して最高プラチナ4というね。もう最近マスターになることの方が珍しくなってきたチャンネルではあるんですけれども、いや、結構ね、やっぱね、逃げがパワーカードすぎる。このカード。なんで、まあ、ここら辺でマナを加速しながら、ミラミス、ニューゲイズ、ボーラス、ビルヘルムで、まあね、相手を圧倒していくというね、まあ、デッキになってますんで、めちゃくちゃ強かったんでね、ぜひ皆さん作ってみてください。よろしければね、年内チャンネル登録者4万人目指してますんで、ぜひね、初見さんだったり、まだ未登録の方がいましたら、これを機会にね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、早速試合の方に行きましょう。エクザ！さあ、対戦の方よろしくお願いしますと、オープニングハンドなんですけども、フェアリーライフ、ニコル・ボーラス、フェアリー・ミラクル、ホワイト・ウィッシュ、ピクシー・ライフでね、始まったオープニングハンドをやっていきましょう。いや、これ先行ミラクル打てるし、いや、これ強くない？ライフ打ってミラクルも打てて、爆速でね、ブーストできますので、あとはまあミラミスとか、引けたら相当強いかなとは思いますけども、さ、トップギア、レッドゾーンだね。多いな、レッドゾーン、マジで。さあ、これはライフを置きながら、行きましょう、ピクシー・ライフ。ピクシー・ライフ打って、で、さあ、ミラミスが落ちてしまう。欲しかったね、ミラミスはハンドに。で、まあ、ホワイトウィッシュを置きまして、まあ、フェアリーミラクル打っていきましょうか。で、相手は赤白レッドゾーンだね。さあ、ここで、爆速で飛んでくるのか、レッドゾーンと。さあ、これは、でもね、まあ、フェニックスライフとかも引けてるから、トリガー埋めながら、加速して、あとはニューゲイズとか、引けたらね、相当熱い。で、レッドゾーンの3点パンチとかで、縦からニューゲイズ来てくれたら全然勝負になるんで、ザレッ、マグナムから入ってくる。なるほどな、それってインチキ良くねえな、確かに。それもインチキやけどね、マグナムさん。で、ここでミラミス引くってやつか。引かない。だから、ミナクルとフェニックスライフは打てますよということで、このフェニックスライフでアルカディアスパークとか仕込めたらだいぶ熱いんだけどさ、これ流星ホールとかね、引けても、マグナムとかね、トップギア、2体処理できたんで強かったんだけど、まあ、マナは加速できましたが、まあ、肝心の、まあ、クリーチ、まあ、ボーラスももうそこまで刺さんねんだよな。この他のレッドゾーン走ってくるし、でまあ、縦にミラミスがあったところでマグナムでメタられると。強いレッドゾーンって。あ、でもまあターボ3、ターボ3なら、まだ受け切れますけれども、ターボ3で、これね、だいぶハンド入れ替えられちゃうので、まあ、レッドゾーンとかは、たやすく持ってこれてそうですね。あ、もうハンド入れ替えないってことは、まあそういうことだよね。で、マグナムがいるから、まあミラミスとかも発動しないし、めちゃくちゃブースト引くな。まあ、トップギアの1点。ただのアルカディアスパーク来てくれ。アルカだ！ミラミスは意味ないんだよね、これ。あ、1点。これやばいけどね、普通に。あ、違う。流星ホール。完全破壊ミラミスか。これしかなさそうではあるけどな。流星ホール、ガイアルカイザー、完全破壊、ミラミスかなんで、まあ、あわよくば盤面全部取れるよと。で、縦1枚残ってるんで、まあ、レッドゾーン Z が絡んだら終わりだけど、まあ、レッドゾーン Z で負けですと。でも、それは相手が主人公だと思うしかないと。マグナム破壊して、このミラミスで、でもまあ、ボーラスとか引けたら、熱いか。まあ、ボーラスとか、まあ、ボーラスぐらいか、でも。さあ、得意分野があってさ、ミラクルとミステリドリア強い。これでも相手、ボーラスでしょ。ニューゲイズは、多分相当、ダメだよね。でも、ニューゲイズ選んでくれたら熱いっていう話だけどな。さあ、ニューゲイズ。ニューゲイズ選んでくる。であれば、ガイア、ガイハート、ガイオーバーンで、いけるか。でもな、レッドゾーンとかで結局意味ねえんだよなーっていうのがあるけど、レッドゾーン、レッドゾーン Z で結局、負けではあるから、でもまあ概要版でいい気がするけど、これで一応2面は取れますから。で、いや、これでいこう。
これ強くない？で、ガイオーバーも流解するし、ガイアルカイザーワンチャン盾で、ガイギンガにもなるんだよね、ワンチャン。で、ガイオーバーンと。だけど、パワーが一番高いから、レッドゾーンの格好の的にはなってしまうんだよね。ここ行っていきます。で、もう、ガイギンガにしておくよと。もう、自立させましょう、ガイギンガに。ホーリーがね、結局世界で一番きついから、どっちみちね、どの道ホーリーで負け、盾が全部割り切られたら。まあ、でもホーリーが、まあ、でも、一応、なんだっけ、歩くダンシエルだっけ、ジャンヌ。その裏側とか出せれば、いや、関係ねえ。いや、ま、ついよ。まずレッドゾーンセットだけ見て、レッドゾーンセットだけ見て、あー負け？あ、じゃあ概要ワール。レッドゾーンセットか。レッドゾーンセットの負けか。レッドゾーンセットの負け。待って、主人公すぎ？それは、ある？あるある探検隊？あるのか？あるのか？ない！すごいけどね、それ。ま、待って、すごい。レッドゾーン Z 何枚あんの？行かれてるって、まあ、そんなに乗っけてもあんま意味ないけどもさ、レッドゾーン Z は。ありすぎだろ、レッドゾーン Z。逆にすげえぞ、それ。ね、いや、でもその燃料補給はニコルボーラスで封じられて、いや、これある。これ全然形勢逆転ライアーゲームあるぞ。トップがビルヘルムなので、さすがにここはニコルかな。さあ、ニコルボーラス一択。これはもうニコルでいきます。確実にね。さあ、すべてを滅ぼしまして、もうピクシーも撃っときましょう。さあ、ピクシーライフで、さあ、ビルヘルム。まあ、ニューゲイズ落ちてくれたら一番理想なんだけど。で、ここも行きますと。で、もう、ダルク・アンシュヤル行くしかないですね。で、まあ、ホーリー1枚でも、まあ、一応耐えてると。どっちみちもホーリー引くか引かないからバトルだからな。行くか、もう。行こう。ここ行くわ。ホーリー2枚見えてるからね。あーし！ところで、ガイギンガでダイレクトアダック大佐のシュアさあ、対戦の方よろしくお願いしますと、さあ、オープニングハンドなんですけども、フェアリーミラクル、フェアリーライフ、流星ホール、フェアリーミラクル、ビルヘルムでね、始まったオープニングハンドをやっていきましょう。さあ、アナリス。でも、こっちハンドはめちゃくちゃいいということで、一旦ビルヘルム置きながら、ライフ打って、ミラクル打ってか。あとは、アルカリアスパークを置ければ、まあ、フェアリーミラクルが完成しますよと。さあ、ブレインストームで、3枚引いて2枚を好きな順番で山札の上に戻しますよと。ブレインストームで山札を操作する系のデッキか。さあ、強いけど、まあ、ライフ置いて、ライフ打って、次アルカディアスパーク置いて、フェアリーミラクルで完璧じゃない？で、流星ホール打ってもいいしで、もう何でもござるだ、こうなったら。これ強いよね、やっぱ。簡単目にミラクルを打てるか打てないかで全然人生変わってきますからね。さあ、相手ガードグリップ。面白そうなデッキなさ、ブレインストーム。かなり山札を操作していくデッキですが、果たして何のデッキなんでしょうかと。だからこっちはもうミナクルでいきますよ。もうバガスか、バガスか。ブーストして、あとはニューゲイズの力技、そしてまあニコルボーラスでもまあいいと。さあ行きましょう、フェアリーミナクル。さあミナクルの2枚ブースト。あ、ニューゲイズ落ちるか。まあ、でも、ま、次、流星、でも次なんか単色引けたら、流星ホール1ブースト、フェアリーミラクルとかね、決められたら結構熱いけどさ、レディオローデス。これ何なんだ、何のデッキなのこれ。トップがミラクルなんで、これ、強いな。ミラクルをとりあえず打つか。もうミラクルミラクルでいいわ、これ。ミラクル2枚なのであれば、もうミラクルミラクルでいいでしょう。まあ、10マナ溜まったらこっちのもんよ。ワンチャン流星ホール1ブースト単色落ち。まあバゴパンとかでもね、まあ相当良かったけれども、まあ次ニコルボーラスで、まあ、ゲーム決まりかねた。これは間違いなく。最多の聖地。あーで、最、だ、あ、それでなんかレディオローデスを最速打つみたいな感じか。だが、こっちのニコルの方が早いぜと。言ったところでニコルボーラス。やっぱニコルボーラスってやっちゃいけねえよな。さ、バン！怖っ！なんかバンベートーベンとかもいるのか。そうなるとやっぱ怖いね。さあ、ブレインストーム。さあ、このブレインストームもめっちゃ怖いけどね。いや、バンベートーベンでゲーム決まりますからね、やはり。やっぱバンというカードは強いのかもしれない。さあ、ブレインストーム。またまたブレインストーム。さあ、親の顔より見たブレインストームですよ。さあ、ブレインストームでさ、3枚引いて2枚を山札に戻しますよと。
あ、で、ここでピクシーライフ。さ、回収するもの。それ、すなわち、バンとかまだに落ちてるのか。あ、ウェディング、祝いのいただき。さあ、トップオブザデックがニューゲイズ。これはもうニューゲイズ。いや、でもこれ、ニューゲで、よくない？ニューゲで、ガイハート、ヘブンズヘブン、エンドレスヘブンか。で、まあ、これでワンブーストして、流星カイザーで、これウェディング出ないから、で、これであと単色落ちればいいのよね。ウェディングをメタって単色落ちてくれ！単色 OK、勝った！これはもう勝ちよ。ウェディング出ないし、ガイハートエンドレスヘブンで、流界まで持ってけますので、強っ。やっぱさ、ニューゲイズやってることやばいよね、こいつ。普通にバケモンなんだけど。こいつはイカれてるわ。タイザードシュワー！対戦の方よろしくお願いしますと、さあオープニングハンドなんですけども、アルカディアスパーク、流星ホール、フェアリーミラクル、ミラミス、究極ゲートでね、始まったビルヘルムなんですけど、やっていきましょう。さあトップが流星ホールなんで、まあ流星ホール置きながらエンドしていきましょう。まあ、これもミラクルは一応打てそうではあるけど、闇マナが欲しいか。さあメンデルスゾーンでワンブースト、ジャックポットか。まあ、ジャックポットもやっぱブン回られるとマジどうしようもないけど、ここでビルヘルムを引くあたりね。で、次究極ゲート置きながらフェアリーミラクル打って、まあ2ブーストして流星ホールから入って、あとはね、まあ、ゲームを組み立てていきたいところではあるんですけれども、ここで相手がね、そうブーストしてくると、まあ2ブーストはできてないけど、まあ次ジャックポットって言ってるじゃん。で、そのジャックポットからあれなんだよね、まあ、ニコルボーラスとか来られると、まあ、相当きついって話ね。さあ行きましょう。フェアリーミラクルの2ブースト。まあ、ここはね、確実2ブーストなんで。でまあ、流星ホール打たしてくれたら結構熱い。まあ、ジャックポットは来るだろうけど、でもジャックポットが2枚落ちてない。だよね。やっぱないよね、ジャックポット。さあ、ミラクルなので、さあ、これは一旦、いや、これさ、いやどうすっかな。まあ、一旦これもピクシーライフ置きながら、もうミラミス打つわ。あ、これミラミスです。で、ビルヘルムです。やっぱね、脳死ミラミスだわ。結局。マナ加速より、だってね、ミラクルで加速するなら、ビルヘルムでね、ランデスしながらマナ加速した方がいいじゃないっておばあちゃん言ってたからね。さあ、ここでワンブースト。では、まあ、次に、まあ、流星ホール、フェアリーミラクルとか、まあ、いろんなね、タクが取れますし、そう、相手でジャックポット落ちちゃってんのがね、まあ、相当痛いよね、これは。だったらこれ、ミラクルフェニックスライフでいいか。いや、でも違うな。さすがに、ここは、まあ、流星ホール、ワンブースト、バゴンパンツァーリソース回復、ワンチャン単色をしたら2枚ブーストだみたいな。冴えてるわ今日、ユハイチャンネル。これは確実に来ました、流れ。確実な流れ来てる。だったらもうニューゲイズで勝ちって言ってるわ。ミラミスってやっぱ強いね。さすがも、で、こいつしかも5マナだったんでしょ。え？だよね。神田とこいつ5マナだよね。オーガンとかも5マナだし、あれ、キューブも5なんだよね。デュエプレしかやってないからさ、俺、もう6マナの印象が強いけど、神田とあいつら5マナなんでしょ。結構いかれてない？やっぱ5マルと6マルと結構差があるからね。さあ、バトルライ各。まあ、この時のために取っておいてアルカリアスパークが火を吹くぜと。あ、でも流星ホール強いな。流星ホール、プリンプリンワンドロー。で、このワンドローで何を引くか。さあ、モルネック封じ。まあ、でもアルカリアスパークで処理してもよかったな。あ、でもビル強い。ワンチャン、ユイが独尊、ガイアール、オルドラゴンプランでいく。さあ、エンドしよう。でもね、これジャックポットデッキってやっぱトリガーが薄いから、ワンチャン強気にぶん殴って勝つ世界線ありそうなんだよね。強すぎだろ。このトワリュー強すぎじゃない？で、あー、やっぱジャックポットに泣くね。ジャックポットデッキのやっぱジャックポットに泣いてます。さあ、2点パンチで、ニューゲイズ、ニューゲイズ。さあ、ニューゲイズ。3丁目の夕日。さあ、アルカリアスパーク、そしてミラミス。であれば、これはニューゲイズを置きまして、もうこれは、いや、これさ、まあ、一旦これで、ブーストしまくってニューゲイズに繋がんじゃない？実質4枚ブーストできるから、これ。まあ、ビルヘルムで、これニューゲイズまで繋がってほしい。さ、2枚ブースト。そしてここで2枚ブースト繋がらないか？くっそ。じゃあ、南スリー。まあ、ニコルか。ニコルか、さすがにこれは。うわー、ニューゲイズまで繋がってくれたのはさすがによく出した。さすがに欲が災いとなった感じ。まあ、ニコルだよね、と。でも、
一応ビルヘルムでトワリューは取れるので、まあそこまでもで、ここまで打点作っちゃったら、あともニューゲイズで殴れば勝ちだからね。次のターンニューゲイズガイハードであった気がするので、まあ相手がトップモルネックっていう、まあ主人公ムーブしなかったら、まあ基本的にはまあマグマを呼んだぐらいにして、でまあプリンプリンだけ取られるかな。でまあニューゲイズシークレットで差をつけて、あとは勝っていこうかな。さあバゴンパンツァーのワンドロサホワイトウィッシュニコルボルセ。さあマナがありすぎて何でもできるっていう感じではあるんで、さあ一旦ここはまあメガマグマしょっておきましょうか。ここ一旦ね、メガマグマをしょって、あとはニューゲイズで殴りに行きましょう。あでもまあガイハートも出す、いやもうこれ盾だね。でも強気ホルティオールぐらいだ、ホルティオールとかイージスブーストぐらいだと思うんだよね、トリガーは。だからもう火力でゴリ押せばなんとかなりそうな気がするけど。さあ、ぶん殴ります。で、まあ、ニコルボーラスもね、盤面取れるから、で、一応ワンショットケアで、ダルク・アンシュエル。正義など名分。これ完璧じゃないこれ。だけどね、俺がプレイ完璧だと思うプレイってね、世間一般とずれてるらしいんだよね、やっぱ。コメント欄でやっぱね、俺が完璧だっていう、こう、読んでるプレイがね、毎回真逆言ってるらしいからさ、デュエプレって奥が深いんだよね、やっぱ。デュエプレむずい。神ゲーか？さあ、ここで外銀が。あの、これはさすがに勝ったっぽいけどな。いや、強いな、やっぱ、ゴーシー、ミラミス。久々に使ったけど、やっぱ段違いだわ、デッキパワーが。何しても強いもんね。はい、ってことで外銀がでダイレクト、アダック対戦、アドシャー！対戦の方よろしくお願いしますと。さあ、オープニングハンドなんですけども、流星ホールフェアリーライフ、究極ゲートフェニックスライフ、ピクシーライフピクシーライフでね、始まったオープニングハンドやっていきましょう。さあ、相手のデッキタイプ見ていこうかなって思うんですけれども、さあミラーかな。もうミラーはニューゲイズ出したもん勝ちでしょ、青春なら。それが最初にニコルボーロスをぶち込んでやろうか。さあ、これライフ置きまして、さあ行きましょう、ピクシーライフ。あ、ピクシーピクシーフェニックスライフっていうね、まあムーブもできますから、あとは究極ゲート置きながらかな。相手は3マナでミラクル打ってきたら、まあ結構目も当てられないけど。3マナで、あー打ってきそうな気がするー、あると思います。で、次にミラミス打ってきたらもう相当宇宙だけどね。さあ、トップがミラクルとミステリーの扉なんでさ、究極ゲート置きながら、まずはもうフェニックスライフ打っていきましょう。で、ミラミス引けての相当でかい。で、相手がミラミス引いてこなかったら、まあ、シールド化するのはさすがにアルカダスパーかな。相手がここでミラミス打ってこなかったら全然勝機はある。打ってくんな。俺に打たせてくれ。ミラミスは最速でミラミスを打つものだけが、このデッキを使うことができる。さあ、フェアリー、ミラクル。オッケーオッケーオッケー。ミラクルならまあ全然前世から僕はもう前菜食べ始めてるんで、ちょ、ロレット回ってないけど。ミラミス2連打は相当強いのでは。さあ行きましょう。ミラクルとミステリーの扉。そして、打つのがニコルボーラス！勝ち。カチカチ山のたぬきさん。タイタニス出てきて、ねんねして。タイトルストーリーやめて。オッケー、デッドブラッキョとニューゲイズ。相手のデッキの角を落としていく。やっぱね、ブラッキョは確かにあった方がいいかも。さあ、プロメテウス。さあ、プロメテウスを能力で2ブーストしながら、持ってくるものは、何なのかと、プロメテウスを回収。なるほど、なるほど。トップがビルヘルムなんで、さあ、ここはもうビルヘルムを落としながら、まあ、ちょっとニューゲイズ出せないんで、さあ、行きましょう。ミラクルとミステリーの扉で、俺は何出しても地獄なんじゃないか。でもさすがにニコルっぽいけどね。俺だったらまあニコルを選ぶけどね。まあそうだよね。さあ、ニコルボーロス2枚目。だけどハンドにはニューゲイズいますので、まあニューゲイズからまたガイハート、ヘブンズヘブンで、まあ勝負は決まったんじゃないかなと。で、これもほんと相当強い。やっぱ理想ムーブしたら、基本的にどのデッキも太刀打ちできないぐらいのデッキパワーあるよな、やっぱ。ハンデスしながらね。ニューゲイズでサイキック2個踏み倒してだからね。さあ、ニューゲイズシークレットで差をつけると、言わんばかりのニューゲイズ。さあ、ここで殴るときに、ワンチャンワンショットっていう可能性もあるからな、これ。でももうエンドルセブン流回したらね、さすがに勝ったとは思いますけれども、外銀河まで行ったらもう何のそのよね。本からこんなものが！さあ、エンドルセブン！エンドルセブンはバトルゾーンから離れませんからね。だいぶ涼しくなってると思う、相手も。この盤面を見て。さあ、ない。やればもう、ね、プロメテウス取りながら、ニコルで行って、あわよくばリーサルって。まあ、逆に早ければ早いほどいいですからね、アルカディアスパークとかそこら辺のトリガー引くのなんてね。
強っ。まあ、買ったくさくないこれ。このまま殴り切ってしまいましょう。さあ、ガイハート。強いな。さあ、ボーラスの1点。で、外銀が選ばれた瞬間にエクストラターンになりますので、入ってこれで外銀がね、ダイレクトアタック対戦、アートシャー